さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハーモニックファームの柳谷です。ここの畝はですね、じゃがいもを掘り終えた畝です。まだね、いろいろ作業が詰まってたりして全部は掘り終えてないんですが、今年のじゃがいもは去年初めてだったから2作目ですね。とても小さかったです。なんか観光の近所のね、もうガチガチのプロの方も今年は天候に恵まれず、とっても雨が多くて、そうだな、8月中にはもう掘ってるはずなんですけど掘れなくて、9月入ってから掘ってましたね、ご近所は。で、大体じゃがいも掘り終わって、多分8月中に掘り終わるのかな、いつもだったら8月中に掘り終わって、で畑を仕上げて、だいたい9月の15ぐらいに小麦をまくっていうのがこの地域の慣例的なやり方だと思うんですけど、9月入ってから掘り始めて、もう掘ってるそばから土、サブソイラー入れて畑を起こしてみたいなことをして、早いところで多分9月の20日ぐらいに小麦をやっとまけるみたいな、そんな天候に恵まれなかった年で、で僕はというと、自然ので、植え付けと同時に一発媒土っていうのを、手作業で再現した、栽培方法をやってみました。で、栽培方法はそういうやり方なんですが、最初は、そのご近所の観光のもう何年もやってる方たちのじゃがいも畑とですね、見比べても全然遜色ない感じで、うまくね、霜が降りるのを回避できた上で、なおかつ、土寄せの手間もなくて、これはいいなって思ってたんですけど、途中からですね、芋が枯れ始めて、で、花咲く前に枯れちゃったんですよね。で、小さい理由は僕の場合は多分そこが一番大きくて、で、枯れた時に、先生みたいな方がいて、先生、高温多湿の時に蒸れてしまったんじゃないかって話があったんですけど、そうなのかなと思ってたんですけど、草刈りをねしてなかったんですよ。畝間も株間も、どうしてだかっていうと、緑肥をね一緒に同時に撒いてたんですけど、緑肥が全然育たないで、ずっと土が露出してて、で草もっと伸びて刈り式に利用したかったんで、もったいなくて刈れなかったっていうのと、二尺二寸っていう規格で、大体十勝はやってるかと思うんですが、二尺二寸16センチ、660ミリ、660ミリでやってみたんですけど、それってカルチっていう機械を入れる前提で、人がねしゃがんで草刈りするにはなかなか狭くてですね、それだったらやっぱり2倍の幅の畝にして通路幅を少し取って、そこにかがんでですね草刈りできるスペースがあった方がいいなっていうのがありました。で、今年ね、いろんなところに緑肥をまいたり、雑草の伸びをね改めて見て、思ってる以上に自分の畑が痩せ地であるっていうことに気づけた年ではあるんですけど、雑草も生えないし、緑肥も育たない。で、おそらくね最初は種芋が直種も少し使ったんですけど、ちゃんと
手指消毒っていうか、なんていうの、検査された種芋として販売されている芋を使って、まあ、プロの種芋農家さんが作った種芋を使って植えていたので、あの種芋はすごくいいものを使ったと思うんですよ。あの観光のガチガチのプロが使うのと同じような、まあ別に一般でも買えるんですけど、それを使っていて、種芋のを栄養として育っているうちは、まあ順調に育つと。で、そこから種芋がどんどんこう朽ちてきて、しぼんできて、土からね栄養を取るよと、光合成するよという時に地力がないで、天候が悪くて光合成もおそらくできなかったしっていうので、そこに切り替わったタイミングから、ご近所の畑と差がつき始めたんじゃないかなっていうのが僕の考察です。そのまあ雑草枯れない、緑肥が伸びない、あ、雑草が生えない、緑肥が育たないって言ってて、草刈りがもったいなくてちょっとできなかったのと、しづらかったのもあるんですけど、やっぱりね蒸れるほど生えてなかったんで、蒸れたっていう説は、まあ、その先生もね畑見てないんで、もしかしたらっていうのでそうなんじゃないかってことだったんですけど、多分僕の推察としては、種芋の力を使い切った時に次に使う栄養がなかったのが、原因かなと思います。まあ、去年は雑草もすごい生える場所で、宿根もいっぱい生えてたんですけど、スコップの幅が20センチだったかな、20センチ立方で掘り起こしたところにジャガイモを植えて土をほぐしてかぶせるという方法をしたんですよね、去年は。でそれは、収穫の動画を撮ってなくて、どんな結果になったかっていう動画も撮ってなかったんですけど、まあ、今回もね、あの天気もあるし、あの風が強くてなかなか撮影ができないっていう。で、まあ、今回も芋の映像はないんですが、まあ、こんぐらいの一口で食べれるような、皮ごとね揚げて丸ごと食べればおつまみにもおやつにもなりますみたいなサイズのじゃがいもがほとんどで、時々 M 玉サイズ、M 玉は40から70グラムの間で、そうですね、1割が M サイズ、S サイズが30グラムからでしたっけね、30-40グラムぐらいがおそらく3割ぐらい、6割がもう一口の小玉、もうこれは一口で食べれる丸ごと調理用として販売してました、私は。で、その去年の時は、宿根草がもうすごい生えてるんですけど、それでもですね、サイズは大きかったです。土寄せもしないし、茎もね、間引きしなかったし、栽培としては不十分なことが多かったんですけど、それでもね、M サイズのジャガイモが割とゴロゴロ取れたんです。それはやっぱり土の栄養かな。やっぱ雑草も生えないようなとこでは野菜も育たない。まあ、雑草も生えないっていうのは、草刈りをきちんとしているとか、まあ、観光であれば、ちゃんと除草剤だったりをきちんと管理して、本来草が生える状態なんだけれども、人の手を入れて生えないくしているっていうのは別で、ほっといても草が生えないような場所っていう意味ですね。草も生えないっていうのは、草も生えないようなところは野菜も育たないので、やっぱりね栄養が足りないかなって感じです。で、まあ、その時に同時に巻いていたこれなんかは、クリムゾンクローバーっていう豆科の、まあ、緑肥ですね。でこれが煙幕ですね。これが、まあ、煙幕がこぼれ種が収穫後にね土を動かした時に
こぼれ種がまた発芽したのか、最初に前面に撒いた時に、まあ、浅すぎたり深すぎたりして種の深さが発芽しなかったのが時間差でこう土が動いたことによって出たのかちょっと分かんないんですけど、まあこういう風に自然に草が生えてくる状態になって、まあ、草もね育ってくれるような状態になっていけば、ジャガイモもきちんと育つようになるかなって思います。まあ予定外のことがやっぱり未だに多くて、まあ今年一応プロ2年目、プロ転向2年目みたいな感じで、畑一本にはしてるんですけど、やっぱやることが多くて畑にいる時間はもう何倍も増えたんですけど、ジャガイモもね2本立てにしてないで間引きもできなかった。もしかしたらなんだかんだ枯れてしまっても芋取れてたんで、間引きしていたらもうちょっと大きいサイズ取れたのかなって気はしますね。ちなみに種芋を用意した量よりは、収穫したキロ数は増えてます。ただ測ってないですね。全部掘り切ってないでちょこちょこ売っているんで、販売してるんで、まあ今の時点で種芋のキロ数は超えてますね。でもまあ半分掘ってるんで、まあ、本来であれば何倍でしたっけ、7倍ぐらいになるんでしたっけ。 40g の種芋で 700g とか1キロ取れたりするのか、1キロだったら1000、1キロも取れる、まあ、まあ分かんないですけど、1キロだったとしたら25倍、まあすごいな、全然取れてないですねまあ取れてないです。芋も小っちゃかったし、まあ来年はここに直種を使って、連作します。まあなんだろう、じゃがいもを、育てるためだけの栄養状態に狙った畝にしてないので、まあ雑草も来年は増えるし、まあ、緑肥も撒いてるし、土の生物性に多様性がねあれば、ね、連作は問題ないかなって思ってます。はい、とりあえず直種で連作して、収量が安定するようになるまで連作は続けようかなって感じです。まあ、僕の先生はね、メイクインをもう何年も10年ぐらいやってるのかな、同じ畑で連作してずっと小さかったけど続けてるうちに芋が大きくなったっておっしゃってましたね。僕もそういう状態にしたいです。僕は、北刈りです。北刈りです。はい、まあ、そんな感じで、じゃがいもは、まあ、今年は不作の年であるけれども、やっぱり僕はさらに土が痩せすぎていてうまくいかなかったですね。ただ、一発梅土深植えっていう栽培は、まあ、寒さの厳しい北海道では、霜をね、回避するっていうのと、腹土梅土土寄せの手間がないやり方としては、これはね、結果はついてきてないんですけど、様子見てる感じだと成功ですね。深植えして最初から土寄せておくっていう、はい、これはおそらく来年も採用するかなと思います。はい、馬が少ないっていうのが楽でいいですね。ジャガイモは来年3作目。風が、今日も風強いです。だったら風当たんない。ジャガイモ来年たくさん、美味しいジャガイモをたくさんの方にお届けできるように、今年と去年の
かとやってきた経験値をですね、活かして頑張れたらいいなと思います。はい、今日の動画は以上になります。次回の動画でまたお会いしましょう。